その価値を感じた人は、じゃあ聞かせてもらおうかという聞く姿勢ができるっていうことですよね。皆さんこんにちは。質問型営業の青木でございます。さて今日はですね、もう営業の方がいつも困っちゃうというですね、反論、こういうことについてですね、これの対処法、まあ私自身がですね、どんどん変化して、いってる。まあそれは時代が変わり、それからね、お客様の、状況も変わったり、それから、タイプも変わったりっていうね、そういう中でどんどん進化してるんですけど、この反論はですね、私の中でもより確実に、こう変化しておりまして、今は非常にシンプルになってるということで、今日はそのね、極意、その方法をね、お話ししたいと思います。さて、その反論切り返し法ということです。これはもうね、一つだけなんですよ。もうこれをぜひ覚えておいていただくと、切り返しができるということでございますが、それは何か。最終的に、じゃあ、もしという言葉なんですね。どういうことか。じゃあ、もし、私どもの提供するものがそれらを乗り越えれるものであればどうですかということなんですよ。つまりお客様はですね、反論ということもありますし、いろんなことを言われる、それを乗り越えたい、あるいは、それ以上の価値を得たいっていうようなことをですね、考えてられるんですね。だからそういう意味では反論というものはまず、共感をして吸収してあげる、分かってあげる、何か反論言われた時に、まあ、簡単に言えばお金がないとか時間がないとかうまくいかないとか、そんな簡単にできるわけないとか今までいろいろやったとかいっぱいあるんです。それをまず聞いてあげてください。なるほど、そういうことですね。具体的にどういうことですかって言って、さらに突っ込んで聞いてあげる。そして、それを分かってあげる。そんなことをね、2回ぐらい繰り返して、最後はね、分かってあげた上で、よく聞いた上で、じゃあもし、それを乗り越えられる方法があるとしたら、どうでしょうか。そのお話一回聞いてみませんか。こういうふうに言っていただければ、その価値を感じた人は、じゃあ聞かせてもらおうかという聞く姿勢ができるっていうことですよね。だからそこで、じゃあもしこういう話だったらどうですかという質問をしてもらって、相手がそこへ突っ込んでくるかどうか、ね、聞きたいと思ってくれたら話したらいいし、もしそれでもどうこう言われるならば、そしたらまた機会を持って言ってくださいって言って帰りゃいい。もうこれだけのことなんですよね。どうですか。時間がなくて、いやあんまなんか取り込めないかなと思ってて、まあちょっと検討したいなと思って。なるほどね。まあ皆さんね、お忙しいですからね。具体的にはどういうふうに忙しいんですか。そうですね、結構なんかそれをやるにあたって時間結構かかっちゃうかなって思ってるんですけど、今はそのもう業務時間残業も結構パツパツの中で、はいはい、まあ、できればその短い時間でできるようになれたらなということで考えていて、今考えてられるんですね。はい、なるほどね。そういうことに対して取り組みもされてられるんですね。そうですね、いろいろ探してはいるんですけど。なるほど。じゃあもしですよ、それらももっとこれに取り組むことによって効率的になるとしたらどうでしょう。お話聞いてみたいと思われませんか。そうですね、もしできるならいいですけどね。それができる方法があるんですよ。聞いてみませんか。それは聞くだけ、はい、ということなんですよね。だからまず受け入れてその理由を聞いてあげて、その上でおもむろに、じゃあもしそこを乗り越えられたら、そこを解決できる方法があればどうですかということなんですよね。どうでしょうか。いや、お話聞いてみて、まあ、いいなとは思いつつ、なるほど、ただやっぱその今取り組む時間がないなと思ってて、ちょっと今は検討というか、はい、って感じで
て。なるほどね。はい、あのお気持ちよくわかります。お忙しいでしょうからね。具体的にはどういうふうに忙しいんですか。そうですね、その取り組むにあたって、うん、まあ、それなりに時間がかかるかなっていうふうに思ってるんですけど。なるほど。まあ、今残業もいっぱいいっぱいやし、従業員もそこまで人手があるわけでもないし、はい、というところで。なるほど、よくわかりました。じゃあ、あのもしですよ、それらも乗り越えられる方法があるとしたらどうでしょう。あるんですかね、うん、それはあるとしたらどうでしょう。まあ、それでもそうですね、はい、いやまあ時間もそうですし、うん、まあ、費用的にもあんまりかけたくないなとか。なるほど、はい、うん、じゃあもしですよ、はい、その費用的にも、うん、このクリアできるようなものであればどうでしょう。こんなものがなんかあるとは思えてなくて。そうですか、はい、なるほど。あんまり実感がないというか。なるほど、分かりました。残念ですね。あのそしたら、まあ、今回はね、あの遠慮させていただきましょう。でもしあのそういうようなことでね、もう一回聞いてみたいということであればまたお声かけていただけたらと思います。うん、そこ非常にいい方法あるんですけど残念ですけどね。はい、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。って言われたらどう。なんなんすかね、なんか腑に落ちん感逆にありますけどね。え、どういうこと。なんか負けた感じというか。あ、そうっすかみたいな。それで後でまた電話するとかね、あ、この間ありがとうございましたって言って、はい、どうね、はい、その後なんかどうですか心境はとか、もよかったらもう一回聞いてみませんかとか、うん、反対に良ければなんか言ったら、いやちょっとこの前あれでしたけどもう一回聞かせてもらおうかなとかね、なりません。確かに。ということなんですよ、ええ、だからそれで要はそのそこを乗り越えていけるとか解決できるっていうのは価値なんだよね。だから要はその切り返しっていうのは何かっていう価値を伝える、それ以上のもんだっていう価値を伝える、うん、そしてお話聞いてみませんかというようなことで、そこがうまくね乗ってこれなければ、じゃあ今回はもうやめておきましょうというぐらいの気持ちで、もう一回、考えていただく時間を持つっていうね、まあ、そんなところでいいということですね。はい、いかがでございましたでしょうか。この反論ということをですね、私も当初いろんな切り返しを考えたりね、してまいりましたけど、結論的にはこのワンパターンで、まずはやっていくっていうようなことでですね、自分の中でもうすっきりとしていただければ、その自信を持って切り返しができる、相手の気持ちが切り替わってくるということに、ね、なると思います。ぜひご活用いただけたらというふうに思います。さて、そういう、ね、具体的なその反論というようなことの、ね、練習にもなるコミュニケーション方法ということで、私どもの入門編というのがございます。当社の西野がさせていただいております。ぜひ実践で、体験したいという方はこちらの方の、ね、入門編へまた、ご参加いただけたらというふうに思います。ありがとうございました。